ハーブ・ダグラスはアメリカ合衆国の男子元陸上競技選手である。彼は1948年に開催されたロンドンオリンピックの総幅跳びで銅メダルを獲得した。ピッツバーグ大学出身のダグラスは AAU 主催の総幅跳び屋外選手権とインドア選手権 IC4A 主催の屋外選手権インドア競技会での優勝を3回経験していた。彼は ロンドンオリンピックの総幅跳び、アメリカ合衆国代表にウィリー・スティール、ロレンズ・ライトと共に選ばれた。21名の選手が出場して7月31日に実施された総幅跳びでは予選上位の12名のみが決勝に進むことになっていた。ダグラスは予選 A 組で7メートル24センチを出して1位となり、全体でもスティール、ライトに続く3番目につけて、 同日の決勝に進んだ。決勝では、スティールが当時のオリンピック記録となる7メートル82.5センチで金メダルを獲得し、オーストラリア代表のテオブルースが7メートル55.5センチで続いた。ダグラスは7メートル54.5センチの記録で3位となり、同メダル獲得を果たした。オリンピックアスリートボーンインピッツバーグ、ペンシルベニア、 ユナイテッド・ステーツ2012年7月16日、閲覧。ユナイテッド・ステーツ・アスレチックス・アット・ザ・1948ロンドン・サマー・ゲームズ2012年7月16日、閲覧。AB ・アスレチックス・アット・ザ・1948ロンドン・サマー・ゲームズメンズ・ロング・ジャンプ・クオリファイング・ラウンド2012年7月16日、閲覧。 アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズメンズロングジャンプフィナールラウンド2012年7月16日閲覧アスレチックスアットザ1948ロンドンサマーゲームズメンズロングジャンプ2012年7月16日閲覧ありがとうございます